式を行います。はじめに審判団の表彰です。審判団にフィルム手紙が送られました。なお、今大会のフェアプレー賞は川崎フロンターレが受賞いたしました。準優勝チームの表彰です。準優勝は大分トリニータです。準優勝の大分トリニータに準優勝の方が贈られました。共同通信社、いつも協力者により共同通信社会が授与されます。日本サッカー協会村井美鶴副会長より表彰状が授与されます。続いてチーム強化費が授与されます。